よ。よしきってやつが TikTok で出回ったんですよ。これ慶之助北関東の喧嘩島集める一条路さんみたいな自分らの地元でやった時に、素人が見たひっくり返って俺が吉永倒したとか言って、すごい面白いですよ。人生初スパーリングで慶之助さんをダウンさせました。俺には絶対負けないことがあって、ブレイキングダウンに出るときは格闘技素人で出たいと、全くの素人で出ようと思ってずっと負けないで格闘技は習ってこなかった。まあなんかよく聞く話なんですけど、ブレイキングダウンカットが多いとか、あブレイキングダウン行ってくるとか言ってきて、カットされました、カットされるかもしれませんとかいう話がよく回ってきます。それはお前のせいだろうとな。喋れるっす。いやよしき素人には見えないっす。オッケー！しゃあ！しゃあ！でも池之助さんもこんなめちゃめちゃ弱いと思って多分油断してるじゃないですか。朝倉海がこんな喜んでる。タッチ悪いですよね。めっちゃ弱いかと思いきや結構いい服着てる。素人だと思ってね、入会したばっかのやつ相手するぐらいの。あれ下虫なんですよ。あ、の弟だ。極真連合会世界王者。すごそうなの。炎上空手家のよしきです。下ミシランの弟です。誰と戦いたいかって言ったら、まあ、黒石とジョリーで、もう黒石はなんかお兄ちゃんが、あ下ミシランお兄ちゃんなんですけど、横浜戦で勝った時にガタガタ抜かしとってお兄ちゃんやりたいみたいなんですけど、階級的に僕のが合うんかな思って、あんま知らんけど、まあやれるんやったらやったろうかなって感じで、ジョリーに関しては大阪の、シェンロン君の友達のヒロキン君と、ブレイキングダウン9の会場で喧嘩しとったんですけど、なんか見とって、めっちゃ端っこおったのに動画でまた出しなんか生きっとったんで、なんか腹立つから言わしたろうかなって感じです。自分は空手長いことやっとって世界チャンピオンも取ってるんですけど、昔で言うたらアンポルキア君とかやって勝たしてもらったりもあったんで、強さにはかなり自信あります。アンポルキアにも勝っとるってすごくないですか。空手時代ですね、うん、いや楽しいです。これはいいんじゃないですか。静岡県焼津市で市議会議員をやっている石原隆之と言います。同い年の知り合いでもある瓜田君や、知り合いじゃない知り合いじゃん。そうですか。ブレイキングダウンで活躍してるのを見て、もういい加減ね、見る側じゃなくて出る側になりたくて応募しました。瓜田君、俺とやろうよ。ウイタさん知らないみたいな。知らないみたいな。知り合い知り会員だって大体分かる。アンディ南野です。よろしくお願いします。今までの人生は、30数年喧嘩ばっかりで、ろくに仕事もせず、もう喧嘩で死んでもいいんじゃないかと、喧嘩で死ねれれば本望だと思い、どつけばっかりやってきました。で今はもう自分も40半ばになり、今格闘技のジムの経営をしてるんですが。やはり、若手後進の道を作ってあげるのが今の自分の仕事やなと、立場やなと思ってるんで、こんなデタラメやったらアンディが、まともに立派に頑張ってるよと。だから格闘技でも真面目に専念すれば、君でもあなたでもすごい人生を方向修正することできるよという見本というか、そういうことを指導できるようになりたいなと思ってるので、まずは知名度を今よりも得たいので、ブレイキングダウンで、出場したいなと思っています。で、前回はそのセコンド等で会場に行かせていただいた時にいろいろ規律やルール違反、多々してしまいました。でこの場をお借りしてちょっと一言お詫び申し上げます。どうもすいませんでした。ウイトさん、そういえば僕の友人から、はい、かなり格闘技に精通してる子なんですけど、アンディ南野さん出すんだったら相当やばい人だから気をつけた方がいいよって言われたんですけど、うん、大丈夫な人ですか。やっぱその誤解されやすいですよね彼は、うん、彼がいい人か悪い人かとかっても一回置いといて、人間的には本当信用できます。で一回会場で会う機会があったじゃないですか、セコンドで来てくれた時に、うん、でその時もその動画とかでいろいろ喋ってた発言とかでいろいろ誤解招いたらすいませんってちゃんと謝ってくれたじゃないですか。そうですね、僕たちの方もアンディさんが悪気がなかったようですけども、うん、我々としては感化できない発言があったんで、うん、なんでそれもあって僕としてはそもそも使うのはどうかなって思ってたんですけど、はい、それでウィートさんがつなげてくださって結構僕は厳しくお話ししたじゃないですか、うん、それに対して本当に伝わって反省してくださったのが、うん、僕も感じてたんで、なんでそういう意味では
あのブレイクダウンのコンセプト的にも、はい、別に何か過ちを犯したらそれ NG ってわけじゃないと思うんで、うん、男気もあるんで、あの北新地だとかの大阪の本当に街ですごい慕われてる男なんで、うん、僕は全然ありかと思います。これは面白いですね。